第713回5月14日土曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ダニエル書6章11節。ダニエルは王が禁令に署名したことを知っていたが、家に帰るといつもの通り2階の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、日に3度の祈りと賛美を自分の神に捧げた。ダニエルは王の禁令の中でもいつもの通りに祈りと賛美を神に捧げました。彼はそれで獅子の洞窟に入れられることを承知していましたが、常に祈りと賛美によって新しい力を受けていました。神は私たちの祈りと賛美を喜び、圧倒的な力を注いでくださいます。エフェソの信徒への手紙5章19節20節詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて、私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさい。いつも祈り賛美する信仰によって、この時代に神の御業を表したいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、神の言葉を信じて力強く歩むことができますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。神様、いつも私たちの祈りと賛美を受け入れてくださりありがとうございます。神様に祈ることを通して、賛美することを通して、大きな力を恵みを日々いただいていることを心から感謝をいたします。どうぞ神の御言葉を信じて力強く歩むことができますように。私たちの周りにはさまざまな問題がいつも起こってまいりますけれども、その中にあって神様の力をいただいて進むことができますように。コロナの問題を完全に収束させてください。またウクライナと世界に平和をお与えください。私たち一人一人のうちに平和を与え、癒しを与えてください。救い主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。